山田優子。小6の時、休日に隣学区の公園まで行った際に、そこの学区の連中に缶蹴りに誘われて、一緒に遊んだ後にお互いの学区や、小学校の話を交換し合って盛り上がったことがあったのだが、会話の最中、一人が、そっちの学校に5年生の山田優子っているでしょ？って尋ねてきた。聞けば、学区内の別の公園に時々一人で遊びに来る女の子がいる、何度か一緒に遊んだことがある、〇〇小、自分とこの小学校、5年の山田優子だと言っていた、という話だった。確かに山田優子という名の子はうちの学校にいた。いる、ではなくて、いた。自分の一学年下で、失踪して捜索願いが出ていた子だから。でも失踪したのは自分が小3の時で、その時すでに3年近く経っていた。確かに失踪した山田さんが普通に学校に通っていれば、その当時5年生なわけだが。後日に友達の5年生の弟に、現在の同級生で山田優子って子がいるか聞いたが、いないとのことだった。先生にもこの話は伝えたけれど、その後失踪した山田さんについての新しい情報が出たという話は聞いていない。隣学区の公園に来ていたという山田さんは、本当に失踪した子だったのか、そうでないなら山田優子と名乗った人物は誰だったのか、今でも思い出すと気味が悪い思い出。フェンスに登る男。夜間高校通ってた時の話。担任の田中先生と仲が良くて、放課後に二人で雑談しながら教室掃除するのが日課だった。他の生徒は、授業終了後すぐに帰ってしまうのがほとんど。一旦社会に出てから入学したから、先生との年の差が2つくらいしかなくて向こうも話しやすかったのか、仕事の愚痴とか旦那の愚痴とか聞かされてた。で、その日も二人で教室掃除してたら、窓際にいた田中先生がグランド見ながら、ああ、誰かフェンスよじ登ってる。めんどくさいけど危ないから注意してくるね。って言って、小走りに教室を出て行った。私はその時、田中先生のいた窓際から離れた机拭いてて、グランドは見えなかった。ちょっと間して気になったからグランドを見たら、暗くてよく見えないけど、確かに学校の敷地を囲んでいる背が高めの、フェンスをよじ登ってる赤いジャージ着た人間が見える。教室は3階にあるし、グランドも結構広いからそいつのいるフェンスまでは、まあ5分弱くらいかかる。先生もいちいちバカガキ相手しなきゃいけなくて大変だな。てか、その間にあいつも降りるだろう、とか思いながらぼーっと見てた。そうこうしてるうちに田中先生の姿がグランドに見えて、赤ジャージはフェンスの一番上にたどり着いていた。てか、フェンスの向こう側は山なのに何しに登ってんだ？文字通り私は高みの見物で、一人面白い半分に脳内突っ込みしてた。田中先生は小走りに赤ジャージの元に向かっている。赤ジャージに目を移すと、びっくりすることにフェンスの上に立っていた。ちょ、あいつすげえ、フェンス枠とか10センチもないだろ。グランド中ほどまで走っていた先生も驚いたのか、走ってるスピードがほぼ歩いてる速さになっていた。遠目にもびっくりしてるのが伝わってきて、私はおかしくてしばらく赤ジャージではなく田中先生を観察していた。じりじりとゆっくり歩み寄ってたのに田中先生は、急にくるっとキビスを返して、今度は小走りなんかじゃなく、全力疾走で必死に校舎に引き返してきた。え？と思って赤ジャージを見ると、くねくね踊ってるみたいに動いたり、ジャンプしながら手を羽ばたくみたいにバタバタさせてた。尺取り虫みたいな気持ち悪い動きもしてた。うまく言えないけど、関節がないみたいにぐしゃぐしゃなったり、逆にありえない位置に関節があってそっからガクガクて振ったりしてた。暗くて遠いから見えないけど私はなぜか赤ジャージが笑ってる、とわかった。赤ジャージが人間じゃない異様なものだって気がついて、私は怖くなり冷や汗が吹き出した。何あいつ、先生は？田中先生は相変わらず必死に走ってたけど、足がもつれてうまく前に進めないみたいだった。すると昇降口から学校古参の鈴木先生がだーっと、田中先生にかけていって担ぐように支えながら校舎に引き返してきた。再び赤ジャージを見る勇気のなかった私は、しばらく教室で一人放心してた。なかなか田中先生が教室に来ないので、職員室に行くと真っ青な顔した田中先生を、3、4人の他の先生が囲んでた。
そのうちの一人の先生が私に向かって、〇〇さんも見た？と聞いてきたので、首を縦に振ると鈴木先生に険しい顔で、他の生徒には言わないでほしい。もちろん生徒以外にも多言しないでくれないか？と言われた。鈴木先生は多分何か知ってるんだろうと思った。他の先生も険しい顔してて色々聞きたいことはあったけど、私自身恐怖で震えてまともに声が出なかったし、質問できる雰囲気じゃなく結局その時は何も聞けなかった。昼間の仕事場が遠いため、車通学の私が田中先生を家まで送ることになり、帰りの車中で、何だったんだろうね、あの赤ジャージ、と私が言うと。赤ジャージじゃないよ、あれ。人体模型みたいに、人間の皮剥いで筋肉剥き出しみたいな感じだった。と、ぽつりとつぶやかれてさらに怖くなった。二度とあんな気持ち悪いものは見たくない。話を書き出すとくねくねっぽいけど、多分違う感じ。個人的にくねくねの話読んで妖怪的な神的な印象を受けたけど、赤ジャージはもっと人間的な感じだった。まがまがしい印象は同じだけどね。田中先生は1、2週間くらいは暗く落ち込んでたけど、その後は徐々に元の感じに戻っていった。まあ、その後も窓から外は一切見なかったり、カーテン閉めれる時は夜なのにカーテン閉めて、グランドにも極力降りなかったなぁ。それは私も同じだった。唯一体育の時は仕方なくグランド行ってたけど、私が卒業と同時に田中先生も転勤したわ。一緒に遊ぼうよ。高校生の頃彼女と近くの公園で話してたら、5、6歳くらいの男の子が、遊ぼうよ。って言ってきた。もう夜の8時くらいだったから。暗くなっちゃってるから早く帰んなくちゃダメだよ。って彼女が言ったら号泣。仕方ないから30分くらいブランコしたり鬼ごっこしたりして遊んであげた。その間その男の子はテンション上がりっぱなし。もう遅いからって言っても聞かないから、お兄ちゃんたちはこれから勉強しに行かなくちゃいけないんだ。もう暗いしお家まで送っていくよって言っても。まだ遊ぶ、一緒に遊ぼうよ。って押し問答。ちょっと頭の弱い子なのかなって思って引いてきたから。勉強しないとお母さんに怒られちゃうから、って強引にその公園を後にした。その後彼女と他の公園で話そうかってことでチャリにケツで移動。1時間くらいかな？話したりジュース飲んだり純情高校生のデートしてたら、また男の子が来た。補助輪付きのチャリで。もうお勉強終わったの？一緒に遊ぼうよ。で、おいおいもう10時くらいだぞ。小さな子が一人ぼっちで遊ぶ時間か？しかもさっきの公園からここまでかなり遠いし。俺は思いっきり引いてたけど、彼女がもうちょっとだけ遊んであげようよって言うからまたまた鬼ごっこしてあげてたら、急にうずくまって。何すんの、何すんの。ってはめき出した。どうしたの？って聞いても返事してくれないし、瞳孔開いちゃって目が据わってるし。逃げねえ？って彼女とアイコンタクトしてたら男の子が急に復活。お腹空いちゃったからもう帰るね。って笑顔で。お兄ちゃんたち優しいから宝物あげる。って、機関車トーマスの絵が描いてあるポケットティッシュをくれた。で補助輪付きチャリもうダッシュで帰っていった。小さな子の目が座った表情って本当に異様だったし、普通じゃない空気も感じ取ってたから、帰り道にあったゴミ捨て場に捨ててきちゃった。ごめん。でもそこで話が終わらないんだ。家に帰ってリュックの中から物出してたら、リュックのポケットにトーマスのティッシュが、彼女のいたずらだろうと思って、マジ冗談きついよってベル入れたら、何が？で、電話で聞いてみても、そんなことするわけないじゃん。で、そりゃそうだよな。俺より男の子にビビってたし、ティッシュに触ろうともしてなかったし。もう10年くらい前の話だけど、未だに補助輪付きのチャリ見るとあの事件を思い出すよ。ずうずうしい子。子供の頃家族で海水浴行った時、海から上がって自分家のスペースに戻ると、同じ年くらいの知らない子供が座ってた。誰だこいつと思ったけど、とりあえず無視してビニールシートに腰を下ろしたら、知らない子がかき氷食べたいってだだこね出して、かき氷買いに行くことになった。そいつは母親にべったりくっ
っついて、ママトウモロコシも買ってとか言ってるの。さすがにおかしいと思ったから、お前誰だよ、って言ったら、母親の腕にしがみつきながら俺の方見て、ニヤッと笑うの。ねえ、お母さんこの子誰？なんかおかしいよ、って言ってもはいはいって流される。わけのわからない事態で涙目になってたら親父が来てさ、そいつに向かって。ん、君どこの子だ？お母さんところ戻りなさい。って言ったら、舌打ちしながら俺に蹴り入れて人混みの中消えていった。親父が母親に、今の子何？って聞いても母親は何のこと？って感じでわかってない様子。俺はマジで怖くなって泣き出してた。実はなんだけど、あれが何だったのか未だにわからない。葬式の連鎖。私が小学校低学年当時住んでいたところは、周りをなだらかな山に囲まれ、その合間を縫うように東西に伸びる旧街道沿いに家が展開している町だった。ある時私と同学年の子のお父さんが亡くなった。その翌月にも同じ学年の子がいる家でお父さんが亡くなった。そして、三度目は二ヶ月置いて。この頃になると町内でも、今年、葬式多いし、ちょっと変、という声が出だした。みんな30代初めから40そこそこの若さで死んでいる。そしてそれらの家には必ず同じ年齢の子供がいて、東端の家から西へ向かって順番に葬式を出しているのだった。そうして4件目の葬式も出た。5件目も。町内に同じ年の子は7人で、私の家が生誕だった。次の次は私の家。学校に通うために道を歩いていると、東の向こうから得体の知れないものがじわじわと忍び寄ってくるようで恐ろしかった。このままだとお父さんが死んじゃう、とビビっていたらこの葬式の連鎖はその5件でぱったりとやんだ。いきなり始まっていきなり終わった。しかも終わり方中途半端だし、未だにあれが何だったのかわからない。親に聞いても、あれは気持ち悪かった、とのコメントしか採取できなかった。そこにいた兄。小学校に上がる前だと思う。ある朝目を覚ますと隣で寝ている兄以外、家に人の気配がなかった。家中を見て回るが、誰もいない。不安になって兄を起こそうと声をかけ、肩を揺するが目を覚まさない。どんなに激しく揺り動かしてもぐにゃり、ぐにゃりとするばかりで死んでいるかのようだ。私は怖くなって家の外に出た。雨が降っていて薄暗かった。家の周りを泣きながら歩き回ったが、家の外にも全く人の気配はなかった。泣きながらまた家に帰りぐずぐずしていると、ふいと両親が現れた。どこに行ってたの？と聞いても答えてくれず。お父さんはここにいるよ。お母さんはここにいるよ。と答えるばかりである。わけがわからなかったが、とにかく両親は戻ってきて私は安心した。と、そこに兄が現れた。兄の顔を見た私は息を呑んだ。そこにいた兄は、兄ではなかった。背格好は似ている。しかし昨日までの兄、さっきまで隣で寝ていた兄と顔が全然違う。目つきがきつい。鼻が細く高い。頬がこけている。髪がペタンとしている。あの不思議な朝のようなことはあれが最初で最後だったが、兄自体はそれからもずっと兄とは思えない男の子のままだった。